はい、今日はタンドリーチキンを作るよ。レモン汁で和えます。30分冷蔵庫に置きます。一晩水を切った水切りヨーグルト、パプリカパウダー大さじ1、出が悪い。出が悪いんだわ。チリペッパーの代わりにカイエンペッパー、こんくらい。クミンパウダー、こんくらい。もうちょっと入れてます。コリアンダーパウダー、でもクミンと同じぐらい。ガラムマサラ、おろし生姜とおろしニンニク、塩、最後にサラダ油入れます。1、2、大さじ3、ちょっと普通のスプーンだけど。これをよく混ぜ合わせます。混ぜを、ダマがなくなったらこの赤のマサラソースが完成です。はい、ではこちらに30分寝かせた鶏肉をぶち込みます。これで一晩寝かせます。冷蔵庫でラップをして一晩寝かせます。一晩漬け込みました。いきます。